はようございます、ハッチライダーです。いや、久しぶりの快晴です。気持ちいい。今日は長門の千座キッチンに行きたいと思います。長門ツーリングです。やったー、バイクで長門は初めてですね。あ、一回あれか、Z125 で行きましたね。今から高速に乗ります。今日も安全運転で行きたいと思います。はい、甲府西インターになります。で、この峰長門出口で下道に降りて、そこからは下道になります。ここですね。で、出たら信号を左です。はい、合流も大丈夫ですね。はい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 。このまま直進です。あ、ちょっと下道が続くのでちょっと小話をしようと思います。 Twitter をご覧になっている方は知ってると思うんですけど、実はですね、東京の両親も山口県に移住することになりました。イエーイ、めっちゃ嬉しいめっちゃ嬉しい。しかも Twitter もすごい反応をいただいて、本当皆さんに温かいお言葉をかけていただいて、本当ね、家族みんなとっても嬉しいです。本当にありがとうございます。まあこのね、今回のこのコロナ禍もあると、やっぱり自分の住む場所とか生活とかそういうことってちょっと見直したりしますよね。私は引っ越す時コロナ禍とかぶったけど、あのコロナがあったから引っ越すってわけではなかったんですけど、今となってはあのすごい良かったなって思ってます。多分両親も来たらもう本当どんどん楽しくなっちゃうだろうな。ハッチライダーとハッチライダーのお父さんとお母さんをよろしくお願いいたします楽しいよな、旦那さんの実家も近所だし、自分の親も近所に住むし、毎日お祭り騒ぎだ。めちゃくちゃ綺麗ですね。もうこれ、すごいな、本当に。あのですね、看板で、あの道の駅おふくっていうところがあるみたいなので、紅葉まではあと少しかな。おふく
って温泉があるんですね。すごい。ちょっと行ってみましょう。なんかすごい人がいっぱいいそうだけど。道の駅おふく。おふく行ってきました。なんかおしゃれで可愛い感じの道の駅でした。温泉もあるみたいなんですけど、私は今日は千座キッチンと長門の観光の目的地があるので、ささっと見てまた出発したところです。ここは秋吉台とかがある美祢市ですね。はあ、気持ちいいな。右に曲がったら秋吉道で、まっすぐだと長門。今日はこの辺りでお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ハッチライダーでした。風車だ。